機関の気持ちはわかりました。これからはずっと、私のすべてを指揮官にお預けします。自分が言うのもなんですが、やはりちょっと恥ずかしいですね。この我をずっと従えるのは、そう簡単に、刀が、いつの間に持っていったの？返して！言うことなんでも聞くから！な、負けてしまった。悪い気はせんが。緊急任務で集合するのではなかったのですか？この指輪は、騙された！直接話してくれても断らないのに、どうしてこんなことするんですか、もう！この母校で出会ったそなたとの思い出は、初々しくも、嬉しく。ああ、これで、定めを、悲しみを、喜びを、すべてを。私を大切にする、そなたと共に。自分の気持ちが報われるのは、こんなに嬉しいことなんて。主殿、見ないでください。今の息吹は嬉しすぎて、きっと顔が変になってますから。またしけた顔して、本当に放っておけない奴だな。どれ、今日という今日は、私もお前の努力、そうだな、才能というものを認めてやるぞ。戦艦出雲、指揮官と生死を共にすることを、この刃にかけて誓おう。指揮官のそばにいると、北風の心も穏やか。だから北風、指揮官のそばにずっといたい。いい？いいなら、指切りする？秋月型の皆が教えてくれたぞ。指揮官のような素晴らしい人は、約束をたがえるはずがないって。赤木、この日を待ちわびていましたわ。これからは誰であろうとも、指揮官様と赤木を別れさせられないの。私のすべてが指揮官様のもの。指揮官様のものはすべて私のものよ。これで私のすべてが指揮官様のもの。指揮官様のすべては私のもの。これからはずっとまるでライブの時のように目も耳もそして心も釘付けにして。指揮官様、もう逃がしませんわよ。指揮官、これは何にゃ？明石の修理が必要かにゃ？よくわからないけど、大切なものなら指揮官の代わりに大事に預かっておくにゃ。指揮官様、この天城をお選びになったのですね。もとより、指揮官様のために身を捧げる覚悟ですが、選んでいただいたからには、自らの健康にも少し気を使った方がいいですわね。あら、指揮官に捕まったわ。むしろ、指揮官がついに捕まったのかな？もう逃がさないわよ。ちくまが全然驚いてくれないと、ちょっとがっかりしました？そんな、私だって驚きましたよ。今は驚きより、喜びが上回ってる感じです。
指揮官に答えてもらえるなんて思ってもいませんでしたけど、指揮官が本気でしたら鳥海はもちろん喜んでお受けします。指揮官、この幸せの指輪つけていただけないでしょうか。ヘルキャット、アベンジャー、ハリケーン、そして他の艦載機たち、全部私のためにわざわざ借りてきてくれたの？もう指揮官、ダメなの。指揮官のことが好きすぎて変になっちゃうじゃないの。ようやく私に声かけたのね。私で本当にいいんだ。何よ、素直じゃないのはそっちじゃない。これから指揮官は私だけのものなのね。もっと褒めてもらって、いっぱいいっぱい思い出を作ってもらいたいな。これを私に？ふん、強き者は惹かれ合う運命か。それなら運命と自分の本能に従わせてもらおうか。すべてを託せる相手に背中を預け、孝子の憂いなく戦う。これこそ私が夢見てきたこと、私の願いだ。その相手がお前というのなら、ふん、願ってもないことだな。いつもはごまかされているけど、今日という今日はこの言葉は絶対に最後まできっちり聞いてもらうわよ。はい。カツラギ、本日何時と契りを結び、生涯苦難を共にし、片時もそばを離れぬ。これでいいはず。次は何時が復唱する番だ。まさか指揮官とこんなことになるとは。あなたと長く付き合っていたら、私まで甘い理想を信じるようになってしまった。私をここまで甘くした責任、ちゃんと取ってくれるの？笠雲と永遠に離れないことを誓って、まずは指揮官の番、それから笠雲の番。うん。ありがとう、大好き。まあそんなことしないでも、私たちはもうお互い大切なパートナーじゃない。大丈夫、これはちゃんと受け取るから。今までと同じようにずっと守るから安心して。僕は感情表現が苦手で、それでも指揮官は僕を見捨てなかった。指揮官が僕の名を呼び続ける限り、僕は戦っていける。だから、指揮官の手を、僕は絶対に離さない。尊敬されるにはまだまだ精進が足りぬぞ。だから、そうなるまでとことん付き合ってあげる。この私でも届かない高みにまで。戦乱の彼方にあるのは、あのすべてを飲み込む光ではなく、お主の温かいぬくもりなら、今の世は他に何も求めないよ。気持ちを受け取った以上、それに応えるには、確かお食事の支度と非番の日のお付き合い、訓練などの通常業務においてもモチベーションの向上に応じて。ごめんなさい、今少し考え事をしていました。そのまま続けて。
流鵬、これよりあなたと苦楽を共にし、永遠にあなたのそばにいることを誓います。ではこれからは自分を隠さずに指揮官と接しますから、覚悟していてくださいね。この笛の奏でる調べは鎮魂曲にあらず、五光線昇格、これからはずっとあなたのそばに。指揮官ってとんでもない物好きね。さすがに今更驚きはしないわ。あなたの気持ち本物だってずっと前から分かっていたもの。駿河、指揮官の愛の誓い慎んでお受けします。やっぱりこういう場面は緊張して当然だよね。大丈夫だと思ってたのにな。これは指揮官に全部任せちゃっていいよね。ようやく大砲の手に届きましたね。大砲の名前が書いていなければとっくに処分しましたの。ふふふふ。ん？なぜ知ってるかって？大砲、指揮官様のことは全部知っています。これからも指揮官様のこと全部愛してあげますよ。指揮官様、大砲の新しいステージはいかがしましょうか。指揮官様が見飽きることなんてないくらい、何度も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 美しく輝き続けてみせますわ。指揮官殿に認められたか。この件、これからそなたのためだけに振ろう。これからもよろしく頼む。生を受けるだけでもありがたいと思っていたが、まさか生涯を共に過ごす伴侶まで得るとはな。険しく長い人生だ。貴様と共に乗り越えるのも悪くないな。心からの願いなんだから、この雪風様がありがたく承諾してあげるのだ。特別に雪風様をお姫様抱っこしてもいいのだぞ。さあ、何を戸惑っているのだ。千載一遇のチャンスなのだぞ。結婚？何それ。じゃあこれからいつでも指揮官に頭をなでなでしてもらえて、ヘマしても怒られない、美味しいものをいっぱい食べさせてくれるってこと？するする。これって勘違いしていないよね。これからよろしくお願いしますね。あなた、うわっ、昇格姉が呼んでるよ。